さて、本日もグラウンデッド続きプレイしていこうかと思います。もしよろしければお付き合いください。では行きましょう。まあ、前回ね、雲でワンパンで死んだんで、まずはちょっとアイテム回収に行こうかってところで終わってたんだよね。いやー、マジでちょっとね、油断したわけでもないんだけど、もうね、全然ダメージ入んなくてさ、雲ね、攻撃したもんね。で、ちょっとこう、ダメージ食ったらもうワンパンでピューンって溶けてね、そのまま死んじゃったけど、なんだこれ？なんだこれ？あ、透明なケースとか、なんだろう？なんかお菓子かなんかじゃないこれ。ミントだ！欲しいな、ミント。これどうやって取るんだろうな。ありか。あ、でもとりあえず、まずはちょっと自分のアイテム取り行こう。ちょっと樹脂欲しいな。樹脂だけ取っとこう。樹脂はね、回復アイテムで使うんだね。ちょっとアイテム、確かね、死んだ時いっぱいだったから。よし、ダッシュ。あ、食料と水もやばいな。食料はリュックの中にあったはずだけど、水に関してはね、早く水筒をつけたいんだけど、幼虫の皮が手に入らないんだよね。このピコピコピコなんだろうね。チュートリアル出てないからさ。テントウムシだ。なんか仲間欲しいな。ペットじゃないけど。一応取り行けるかなあれ。クモがさ、夜行性じゃなければいいけど。夜行性だったらいいけど。大丈夫かな。地面なんか潜ってるのかなんだろうね。よし、90m、一気に来たね。ここだ。ここからなんだよね。雲がね、本当に怖くて。よしよしよし、下に落ちてないといけるな。大丈夫かな。ここの奥か。うわ、いる、やばい。怖いな。下か。あ、テントウムシか。取っとけ。荷物あった。よっしゃ。オッケー。で、一応ね、ここのね、多くの木の着の爆発ね。前々回ぐらいにね、修理した機械を修理したらね、ここら辺のものが爆発してね。それを調査しに来たんだよね、一応ね。まあ、ついでに調査していきますか。え、何これ？謎施設がある。うわ、雲いるわ。ちょっと、ここ、見ていこうか。安全エリア？多くの研究所。研究所？ちょっと待って、なんか。え？世界観が、やばいんだけど。こういうゲームなの？このゲーム。謎の設備があるんだけど。あ、すげえ。ここはだんだんピンクになってきてるよな。あ、なんかある。転写ユニット。Robot, I need you to monitor these power fluctuations and inform me if they exceed acceptable limits. ロボット、バーグル、調理裏返し、バーグルです。何言ってんのこいつ。Grilling, a feature useful only to your obsolete burger flipping brethren now consigned to the scrap heap. I need you to monitor these readings. 測定値の監視だぞ。ちゃんと監視してなかったパターンだもんこれね。Isn't it redundant to specialize in cooking and grilling?電力変動値の監視。大丈夫？すぐ始めてくれ。グリの優先順位を下げます。ロックされてる。これなんかやばくない？これ。引く。ちょっと待って、これ、ね、
まずはちょっとしっかり探索しよう。何の研究だ、ロックされてる。そっちか。え、こういうゲームなのこれって。これなんだろう、敵なんかこう、あ、でもまあそう、こういうゲームなんか。サバイバルって言っても引く。どう、あ、ゾウムシの焼き肉か。あー、やべ、食事水分やばい、しまった、やっちまった、焼肉腐った。あー、待って待って待って、腐った肉食えないな。あー、食事が腐っちまった、くそー、先に食っときゃよかった。樹液、アブラムシの水をちょっと飲んでみようか。乾きを潤せる。That was refreshing. よしよし。で、食料関連もちょっと食っといて。あ、腐っちまったな。一緒にできるのかな？できる。よし。こっちとかいける？ロックされてる。ここ電源なんもないしな。調査を続けて出てるね。ロックされてる。現状これ以上は無理か。電源これ、これこういってここだよな。ああ、あ、こうか。たまたまそろったけど今本当に今たまたまそろったけどね適当にポチポチ押したら。これ敵？敵だった。あ、敵かな、敵だね、これ、敵だね、敵だね。やべ。強い。普通に強い、ちょっと待って。ダメージ入んない。俺の武器じゃ。行こう。逃げよう。追ってるかな？追ってくる。追ってくる、やばい。サイエンスポイント。しゃがみあったっけ、このゲームあったね。電池じゃんこれ、よく見たら。おいっと、あのテレビロボット、あ、これ助ける。大丈夫か。まあ、グリルやってないな、グリル。混乱してると思いますが、私の説明を聞いてください。なんだい？あなた方は、ターリー博士のエスピレーションスペックアウトという機械で偶然小型、あ、電磁研究所が停止したんです。と言ってもピンとないでしょう。では話を進めます。まあ、実験に巻き込めた感じかな？バッテリーが切れていますね。充電が必要です。私はここで注意しています。質問があれば喜んでお答えします。あ、一応ストーリーあるんだね。何か仕事がないか聞く。これからどうすればいい。そういえば裏庭中に私のチップが散らばっています。チップ内の情報はここから脱出する方法を見つけるために役立つかもしれません。研究所の場所を地図に書き込んであります。あげます。道具や防具を使えば生存率が上がるでしょう。それとこの研究所を居住に不向きですから、しっかりとした拠点を立てることをお勧めします。チップを私に届けてくれたらお礼に新しい設計図をあげます。それと RS 粒子がもっと欲しければお仕事も用意します。親に電話していい？ははは、無理です、電話ありません。ですが明暗ですね。 OK、 分かった。まだ質問があるようですね。君に聞きたいことがある。科学でいくつか質問がある。もう質問ないよ。まあ、君に聞きたいことがある。要するに君は何者なんだ。まあ一応
移動か。タニハゼが開発した、現存する最後のバーガーラッドマーク4号です。失踪した博士、まあ、博士失踪したのか。ほうほうほう。で、タスクのことについてもっと教えて。お、毎日タスクを用意しましょう。達成できれば報酬をお支払いします。ほうほう。ただし OSHA には言わないでください。なんだ OSHA って。未成年を収容そういうことね。なんかそういう組織ね。オッケー。で、君を作ったのは、まあ、タリー博士でしょ。ロビーバーガー認定の完全自動バーガーレストランを設計しました。そんな人がなんでこんな研究してんだよ。他にも14機か。現存するのは私だけです。仲間は全部破棄されました。なんてこった。君のメイン機能は？だよね。だよね。超異ロボットがどうして科学に適応したの？ヒゲの手入れ、訓練を受けてます。なんでそんな何があった、タリー博士。お、バーガーパティの焼き加減はどれがおすすめ？食中毒の率が高まります。あります。方法ミディアムレアです。お、ハンバーガー捨ててなきゃな。オッケー、他のことも教えて。まあ一応科学のことでもあるね。RSG、 あ、そこ、この RSG って何？超泉の科学粒子ではないでしょう、確かです。ははは。正体はタリー博士でにも特定できていません。はあ、はあははあ。時期の草ですか。了解。この手首についているデバイスは何？スキャナーブレスレット、通称 SCAB です。スキャービー。血に直接触れてバイタルサインを監視するポータブルデバイスです。おお、超いいじゃん。エレガントな設計。なんでそんな博士がさ、こんなレストランのバーガー製造機を。一応すべて質問したね。いや、もうないよ。OK。ちょっと待って、なんかお腹空いてる？大丈夫かな？ちょっと待ってね。何か仕事ある？クエストは毎日3つずつ追加されます。達成するとアレス粒子をお支払いします。OK、OK。あー、はいはい。水筒作成。一応全部これ、まあ、一応受けといて。よし。で、ちょっと、水分が、水分。やべ、水がないと死ぬ。ちょっと待って、どうしよう。ちょっと待って。水。ジュース飲める？やべ、ちょっと水飲んでくる。水飲まんと死ぬ。あ、やべ、ちょっと、お前。あいつさ、自動戦闘状態。やっぱあと1分以内に水飲まないと死ぬぞ。水どこ？あそこ水ありそう。雲いないことを願おう。水あと40秒。水よ。ちょっとこれなんか飲める位置が。あ、ちょっと水飲めない。ちょっと飲めない。嘘だろ。どっか上がっとない。ここちょっと上がって。ちょっと待って。10。あっぶね。もう飲むしかない。限界まで。
下もお腹空いてる。食料に関してはあったはず。あったよね。あれないか。あ、あった。やっべな。でさ、あのさ、警備ロボットあれどうすんのあれ。もうちょっとお話とか聞きたかったけどね。もう一回ちょっと戻ってみようか。まあ、探索も終わってないしね。で、一応、あのロボットが言うには拠点を作れって言ってたね。でも、ここら辺、雲がいるから、やっぱり、向こう側の方がいいんだろうな。毎回ここまでクエスト取りに行くの面倒だよね、でもね。で、水筒作成と、赤台の除去と、墓泥棒のバーグルチップを見つける。出てるけど。よいしょ。あのロボットどうすんのあれマジで。ずっと戦闘中？やだよ。めんどくさい。これ。うわ、いった。強い強い強い、超強いじゃんこいつ。HP やばいな、樹脂。いや、ちょっと待ってよ。うわ、そういる。次から死ぬわ。回復した方がよかったかな。ちょっと待って、マジやば。オッケー、あとちょっと交換もできるぞ。交換アイテムメニューを拡張できます。あー、なんかそういうのがあるのか。オッケーオッケー、分かった。ちょっとあのクソロボットマジで破壊したいな。でも現状じゃちょっと厳しいね。なんだ。あ。Verbal transcription unit 87.10.25. Order number 73. I find it a wonder that the Burgle Mark IVs never caught on. 3号機よりも有能なのに。バーガー作る有能。なぜですか？ They can only calculate post-cooking burger weights to the nearest tenth of a pound.And they only had enough memory for one seasoning module, salt or pepper. All solved with you, Mark IVs, not to mention your most excellent mustaches. Thank you. I will never forget this moment. まあ、ちょっとだけ優秀らしいね。ちょっとどんぐりちょっと分析していこう。ちょうどここ。多分こことあそこ別でしょ。あ、オッケー、どんぐり装備がちょっと作れるから、ちょっとどんぐり装備作ろう。スムージーステーション。糸車、どんぐりフェンス、プランター。プランターってことは、植物館でも育てられる。うわ、めっちゃ気になるな。で、ブーストジュース。おお、いろんなもの作るね。オッケーオッケー。ちょっと一旦拠点に帰ろう。これ HP 回復さ、寝たらね、HP 回復できるかな。え、ちょ、雲に当たるどっちにしろワンパンだし。樹脂がさ、結構少なくなっちゃうから、できる限り樹脂は取っておきたいな。でもこっちまで取りくれば、まあ、問題ないかな。あ、なんかあんまないか。え、拠点をどこに作ろう、まず。そこなんですよ。あそこの分析機を拠点にするのもまあ悪くないよね。一応あのアリが大量発生するぐらいだから大丈夫とは思うんだけど、あそこでも大丈夫と思うんだけどな。どうしよう、拠点。もっといい場所あるのかな。あ、メニューにさ、グライダーかなんかあったよね、そういえばね。なんかさ、なかったっけ、装備品に。ほら、グライダーあるから、高いところに作れれば、でも高いところに登るのは大変だな、次。ナチュラルエクスプローラー。
新しいランドマークを見つけるたびにそこに至るまでの起伏水を満ちすべてを記録し裏庭での土地感を養われていく。ほうほうほう。結構ギリギリだな。まだ余裕ができないね。ちょ、どんぐり装備を作ってみようか。入るかな。もちろんどんぐり回収してた方がいいかな。一応念のために。こっちまでまだまた戻ってくるの大変だしね。どんぐりどこある？どんぐりが、あった。一応取っていこうか、どんぐり。アリは大丈夫のはず。攻撃しなければね。一応ね、どんぐり装備はさすがに、このクローバー装備が増したと思うんで、そのうちペットがさ欲しいな。ペット機能とか。 Hey there, buddy. Yo, I bow. この潜ってるのスコップで掘り起こすんかな。よし、一旦戻りましょう。で、保管庫のゼリーもちょっとしないとな。アイテム整理もちょっとしないと。いっぱい持ってるからね、いろいろね。あ、もういっぱいか。くそ。とりあえず自分の拠点どこだろう。もう方向感覚がマジでわからん。ああ、キノコ持てないか。自分の拠点の方向、まあ一応マーカーつければいいのかな。もう表示がいっぱいになっちゃうの嫌だからマップで見ようか。よし、中止は止まってる。ここまずどこ？ここまずどこ？あ、オッケー、方向終わってる。あっちだ。お、ジュースまたこぼれてないかな。あ、ジュースこぼれてる。うん、おいしい。ジューシー、あ、じゃない、油虫の蜜だ。待って、あれカタツムじゃない？何？殻がある。今何もできないっぽいけどね。なんだ、あ、やべえのいるわ。ちょっと待って、こっちはまずい。あれ、ここどこ？ちょっと行き過ぎたかな。ちょっと待って、もっとあっちか。行こう。ちょっと安全な拠点を作りたいな、まずは。気になるな。無理か、ミント取れないか。拠点どうしよう。あ、乗れるんだ。拠点をどこに作るかだけど、ここでいいのかな。一応フェンスとかも作れたからさ、そこら辺作っていくべきなのかな。ちょっと保管庫に一旦整理したいね。これもう一個保管庫、これいるね。作業用保管庫じゃなくて、保管庫。貯水槽。あー、水を貯めることができる。あ、樹液収集器。待って、うわー、めっちゃいろいろある。雑草の茎、うわー、幼虫の粘液、幼虫どこにいんの。でプランターで植物、うわー、めっちゃいろいろできるようになった。あ、収納かご、収納箱、クローバーの葉があれば作れる。収納箱作ろうか。一
旦草と肉保管して、でクローバーの葉を取って、でこれで作業で収納箱を作る。よしよしよし、収納箱ね。オッケー。でここでホイ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 、オッケー。うわー、保管庫めっちゃ広い。よしよし、まとめて預ける。待てよ、まず順番でいこう。いろいろとちょっとごちゃごちゃしちゃうからね。アリ関連は確か、あー、しまった。整理機能やん、整理機能、一気に全部整理しますみたいな機能欲しいな。アリ関連確かここに入れたよね。よし、ごちゃごちゃしてんな。分析してね、ここ分析しようか。ちょっと分析もしないとな。分析、ほい、よし。お、トーチ照明か。オッケーオッケー、結構アイテム設定結構めんどくさいね、地味に。よし、で一応どんぐり装備は作れるはずなんで、そこをちょっと作っていこうか。整頓機能なかったっけ、あれ整頓機能なかったっけ。くそ、アイテム整頓機能が欲しい。一応アブラムシのこの蜜がさ、ちょっと水分扱いなの嬉しいね。よし、で、あー、夜になっちゃったな。一応装備品をちょっとね、どんぐり、あー、オッケーオッケー。あ、カゴのものは使えるっぽい。カゴじゃない、あの保管庫のものは。待って、アリのヘルメットめっちゃかっこいいじゃん。アリ装備めっちゃかっこいい。まあでもドンギの方が装備高いな。でもこのアリのさ、この甲冑ペンめちゃくちゃかっこよくない？その運搬力上がるし。うわぁ。でも分泌せんないしなぁ。なんかちょっと意識揃えたいよね、やっぱね。やっぱ意識揃えたいんで、そこちょっとこだわっていきたいの、ちょっとね。まあ、とりあえず、ドンギ装備揃えようか。どんぐり装備を作ろう。近くの保管庫の範囲、あー、近くの保管庫の範囲で、あ、ちゃんと、あー、中のものも扱ってくれるんだね。あー、オッケーオッケー。でこのどんぐりフェイスを、まあ、作って、でどんぐりチェストプレートを作って、あ、クローバーの葉がいる。クローバーの葉をちょっと取り行こう。ちょっとこう意識揃えたいこだわりがちょっと俺にはあるんだよね。めんどくさいでしょでも見た目ちょっとさ、まあ一応 FPS で見えないけど、ちょっとこだわるんだよそこね、無駄に。クローバーどこだったっけ。クローバーはどこだ。ちょっとクローバー今回いっぱい取っとこう、まとめて。
アリさんも集中だね。一応さ、睡眠って限らないのかな。今さだけど、睡眠してないけどさ、睡眠取らなければ取らないでいいのかな。疲労になってくるとかないのかな。そういう精神安定的なノリで。あ、ブーよ。今押したみたいな声出たぞこいつ。あ、いいや。ちょっとクローバーはいっぱい持っていこう。保管庫に余裕ができましたんでね。よいしょ。これ当たるとこれ生えてくんだよね。どうなのかな。アイテム有限だったらちょっと怖いな。まあこんだけいっぱいあれば大丈夫だと思うけど、実はアイテム有限みたいなね。たまにあるんだよね、アイテム有限のサバイバルゲームって。当たると積んじゃうことがとか、こうこれ手に入んないってなっちゃうことはあるけど、まあ、でも雑草っぽいのは結構生えてるしね、多分ねちょこちょこ生えてくるんじゃないかなと思うんでね。よしよし、こんなもんでいいか。どんぐり装備、こんな感じで入ってるんだね、食物繊維はね。なんだ、よし。でなんだっけ、チェストか、チェストプレートね、を、まあ、作って、ないね、よし。でドングのレッグアーマー、よし。これで来た来た来た、装備変更。見た目結構今さ、このクローバーフードで可愛らしいけど、そう、あ、装備装備装備、見た目変わったね。あ、満腹感と軽装扱いだったんだ。それが重装の体力アップになったんだ。はい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 。装備関連と分けときたいな。ちょっともう一個作ろう。保管庫。素材とかといろいろ分けときたいな、素材ね。あ、であればこっちのものを全部動かすか。ここに装備保管しようかな。これちょっと取っちゃおう。で、装備品ここにちょっとぶち込もう。よいしょ。OK。で、保管庫はこっちに大量に保管できるしね。ただちょっとどう保管しようか。保管の仕方がさ、ちょっとこれ整理が難しいんだよな。一旦全部ぶち込んで、一旦全部ぶち込んで、とりあえずぶち込んでいらないものは、腐った肉どうすんのかな。まあいいや。あれ、斧は、斧は、あ、斧、あ、手に持ってんの、ものは。オッケーオッケー、よし。あ、ちょっと一括整理的なのが欲しいですね。ねえ、本当に結構見にくいな。よし、アリからご飯つんなったっけ。ご飯が食いたいな。ちょっとやばい、食事がまずいけどアリは食えなかったかな。なんかさ、クラフト関連なかったっけ、その食事関連なかったっけ。アリに食えない、
リキッドレ、なんだこれ、あれなんか素材のところに飛んだけど、これ何項目に移動かな、こっちに飛んじゃうんだよな。待ってよ、分析してないのか、分析しようか、分析してないのかな。あ、ここは分析済みだけど、そこを分析しないパターンで、オッケーオッケー、よし。夜になっちゃったな、どうしようか。食事関連のご飯ちょっと集めたいな。あと水ね。ちょっと。あ、でも夜だからね。いや、もう良い子は寝る時間だ。よし。ってなわけで本日はここまでにしよう。まあ、だいぶこう装備を一式揃えて、でまあ、目的なんかもね、水筒とかね、もうもらったし、まあ、頑張ってちょっとずつ進行していきましょうかね。で、もうちょっとこう安定したいなぁ。これ、くそ、攻撃できんのこれ。あ、食物繊維出るんだ。ああね。よし。で、一応ね、もうちょっとこう、水とか水筒とか、まず水筒を作りたいね。幼虫を探そう。幼虫を探したいね。そこら辺です。幼虫探して、で、一応設備関連をね、ボン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 、もうちょっと作っていこうかなと思いますんでね。もしよろしければ、また次回もぜひぜひ見に来てください。ではね、本日はこれで、皆様、お疲れ様でした。